こんにちは、こんばんは、です。今回は超獣人座を弾いていきたいと思います。で今回はとりあえず10連だけ弾こうかなというふうに思います。で今回が今回というか4月かなが属性限定のキャラがそれぞれ追加されるみたいで、サンダルフォンだったかなが追加されるみたいなので、でそれぞれレッドスターズで新キャラみたいな感じでね来るみたいなので、まあそこをこう引くっていうのはなかなか難しいんだけれども、とりあえず今回はね10連だけ引いて、でまあ属性限定はどうしようかなという感じでいこうかなというふうに思います。いきましょう。ほんで狙うはもちろんマナマナということで、マナさんをね狙っていこうかなというふうに思うんですが、レテ4パーくぐり抜けてくるのかって感じだね。はい、で行きましょう。で安心安全の星玉は今回はありませんので、10連できてくれるかって感じですね。行きましょう。パチよし、いっちゃれ。前回の劇獣神祭が動画は撮ったのに消しちゃって出せなかったんだけども、2回転だったのかな。でダッキを発げという感じでね、動画は出せなかったんですけどね、行きたいと思います。引っ張れ。ここで2回転ね、結構熱かったよ。おおって感じだったからね、止まってくれたら嬉しいなって感じで。ガブですか。止まる。オーケー。あれちょっともうガブって2体目かな。あんまり神化も使わなくなったけど、あ、ガブ2体目だね。あ、ありですね。ありがとうございます。はい、終わり。ということで、今回は、ガブちゃんゲットですね。すげえあっさり。すげえあっさりだったね。はい、ガブと、孫悟空でしたね。孫悟空は2体目かな。で、ガブも2体目ですね。まあ、とりあえず、ありかな。2体目なんで。はい、ということで。あ、ちまたで言うと、あれか、ガチャドラのあの子をね、ここに置いとくといいよみたいな。なんか、すごい縁起ありそうだもんね、あの子ね。はい。まあ、とりあえず限定ね、引けたので、ま、運はゆっくり上がってきてるんじゃないの、マナに向かってね。マナに向かっての運は上がってきてるんじゃないのかなということで、次、次回ですね、マナ狙って行っていきたいと思います。で今回はちょっと、劇獣神祭でね、弁財天狙って引いちゃったんで、オーブがね、少ないんだけども、来月は、覇者の塔を含めて、多分20連はね、できるんじゃないのかなというふうに思いますので、そこで、マナだってね、頑張っていきたいと思いますので、来月こそマナ引いていきたいと思います。ということで今回は超獣神祭10連引いてガブ2体目ゲットできましたよという感じでございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。